ルームのルルル、皆さんこんにちは。高知のゲストハウスルルルオーナーの太郎です。近日ですね、高知へ観光に来ていただける皆さんに向けて高知のことやルルルのことをお話しさせていただいております。さて本日は12月4日土曜日です。まずは昨日のルルル、はい、昨日もですねゲスト来ていただいてね、楽しくお話しさせてもらいました。はい、来てたのがですね若いバンドマン2人、はい、ですね、高知へですね、演奏旅行に来てましたね。まあ、ライブハウスをですね、四国を回ってるそうで、昨日徳島、今日高知ということで、また来週になってね、他の県行くそうなんですけれども、高知のクラブで演奏をしていたそうです。はい、昨日もね、夜、楽しくやってたみたいで、大好評だったと言ってですね、朝はゆっくりと出て行きました。いいですね、こういうのもね、はい。それからもう一組、こちらね、男性二人組でしたけれどもね、はい、歴史にね、興味のある二人だったそうで、ジョン万のお話をしてあげたんですよ。高知のヒーロー、ジョン万次郎。はい。私はね、個人的にはね、坂本龍馬よりジョン万次郎推しなんですよね。はい。で、まあ、ジョン万次郎の看板をね、ちょっとところどころで見かけたそうなので、あれは何ですかと。いや、もちろん彼らも知ってるんですよ。ジョン万次郎が誰かっつうのは知ってるんだけれども、お話としてはですね、高知県はですね、あれですよね、龍馬伝、いつ、何年か前にありましたよね、あれあったんだけれども、次の龍馬伝、次の大河にはですね、ジョン万次郎をしてるんだよっていうのをお話ししてあげたんです。そうすると非常に食いついてきましてですね、ジョン万次郎ってそんなにお話しする内容ってあるんでしたっけみたいなことを言われるから、何を言ってるんですかと。いうことで、私もジョン万ファンですからね、はい、ジョン万次郎のこのね、生い立ちをですね、かいつまんでちょっとお話ししてあげるとですね、なかなか食いついてきてですね、いいですね、ジョン万次郎。ということで、まあ、今度高知へ来た時にはですね、土佐清水にあるジョン万次郎記念館ですかね、あそこへもぜひ行ってみるっていうようなことでね、非常に喜んで帰っていただきました。はい、そうなんですよね。私もこの前行ってきましたけれども、ジョン万次郎博物館。土佐清水にあるあそこですよね。大変いい場所ですね。非常にわかりやすいし、すごく、で、まあ、彼の魅力というか、彼が何をしたかっていうのがですよね。まあ、何をしたかというか、どうなったか。彼の波乱万丈の人生がですね、すごくわかりやすく紹介されてて、大好きな場所でしたね。はい。というわけで、まあ、私もジョン万応援してますので、ジョン万ファンがね、もっと増えていただけるといいなと思っております。というわけで、まあ、ルルルにはですね、昨日もたくさんいらっしゃいましたし、まあ、今日もね、土曜日ですからね、結構たくさん来られる予定なんですけれども、たくさんの方をお待ちしておりますので、また来週、それから年末に向けてね、皆さんぜひお越しください。はい、では今日の高知。じゃあ、高知新聞見てみましょう。はい、ドン。出てますね。桂浜水族館の日々綴るおとどちゃんエッセイ出版ということで、はい、おとどちゃんというのはですね、このピンク色の肝皮のキャラクターのことですね。はい、高知区の人ならみんなご存知ですけれども、はい、このですね、桂浜水族館の公式キャラクターおとどちゃんがこのほど初のエッセイ本、桂浜水族館ダイアリーというのを出版したそうです。はい。おとどちゃんというのはですね、この彼女何者かと言いますとですね、2016年の同館の設立85周年で生まれたキャラクターだそうです。で、このね、ツイッターがね、彼女のすごい人気で、で、なんとですね、フォロワーが21万人。すごいですね、21万人ですよ。高知市の人口が30何万人ですからね、そう考えるとすごいと思いません？はい。でですね、このユニークな文章に目をつけた出版社が、文芸誌で、1年間ほどですね、連載をしていたそうです。で、そのエッセイをまとめたのがこの本なんだそうですね。はい。で、このね、すごく面白いんですよね、このツイッターの発言が。それもあってですね、この桂浜水族館、すごい全国的にも人気の、ランキング人気の1位になるような水族館に、こう、上り詰めているんですよ。で、どのぐらい面白いかというとですね、南海キャンディーズの山里亮太さんが、こんなに素敵で素晴らしいドラマ映画化しませんかという言葉を寄せてるぐらい、大変面白いみたいですね。で、これね、おとどちゃんによるとですね、はい、読むときっと職員に会いたくなるはずということで、ぜひですね、皆さん、高知へ来てですね、桂浜行かれる方多いと思います。で、桂浜行くとですね、この桂浜水族館というのがあります。で、見た目はですね、少々、まあ最近の水族館ブームで言うとですね、ちょっとこう地味だなと思うと思います。で、実際その通りなんですけれども、まあこのですね、このエッセイ出版、これを見てから行くとですね、おそらく全然違った風に見えるんじゃないかと思います。それからツイッターのね、フォローもね、しているの、これちょっとね、見ていただくと、このですね、
桂浜水族館の日々がですね、こう、楽しく綴られてますのでね、こういうのを見てから、ですね、ぜひ行っていただくと、より、桂浜観光というかですね、高知観光が楽しくなるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ皆さん、見てみてください。それでは天気見てみましょう。どれどれ？高知の天気は、いい天気。青が広がってますね。快晴、ザ快晴というような感じで、雲が所々に広がりつつですね、非常にいい天気ですね。はい、実際ですね、新聞見てください。はい、県下一円終日晴れマークが続いております。ということで間違いない。それと、気温、こんな感じですね。現在12度。はい、それから湿度も 39% ということで、どんどん下がってますのでね。いい天気が続くのは間違いないですね。はい、体感としても私こういう格好でいますけれども、はい、全然大丈夫です。お日様の下をですね、高知城とか歩くとですね、もう間違いない。もうポカポカ陽気の、春かなと思うんじゃないでしょうか。はい、それではですね、週間の天気予報も見てみましょう。こんな感じ。はい、本日がここですね、土曜日晴れ、明日も晴れ、月曜も晴れ、火曜日に晴れ、雨マークが出てますんで、ここが要注意ですね。けどその後も見てみましょう。晴れ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 というような感じで、高知はですね、まあ火曜日若干注意が必要ですけれども、今のところ今週末、それから来週、それから何やったら再来週も含めてですね、晴れが続いてますので、高知観光はですね、まさしく絶好のタイミングじゃないかと思います。皆さんお待ちしております。どうぞ。店長の茅野です。お届けしました気分はルルル。ルルルは10人ほどが暮らすシェアハウスと一体になった高知市内のゲストハウスで、全室個室、朝食付き、キッチン付き、待ちまで10分、コンビニ隣で超便利。1名1泊3500円から、観光、出張、ツーリング、お遍路などお待ちしております。ルルル正面玄関前からお届けしました。それでは、さよなら。